はい、皆さんおはようございます。杉山さとみです。本日もおしゅうぶをご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、皆さん、なんでおはようございますって言ったかと言いますと、はい、その通りです。今、朝に撮っています。グッドモーニング、おはようみんな、おはようみんな、朝の杉山だよ。あのですね、先に皆さんに申し上げたいことがございまして、何かと言いますと、あのですね、今日こちらにですね、ちょっと絆創膏を貼らせていただいております。ご覧になれますか？はい、絆創膏ですね、こちら。種も仕掛けもございません。種も仕掛けもございません。絆創膏でございます。はい。で、こちらなぜ絆創膏を貼っているのかと言いますとですね、先ほど、ほんとたったさっきという日本語があるのかは知らないですけれども、たったさっきですね、こちらですね、なんかちょっと、おニキビ的なものがございまして、それをちょっと触ったらですね、ちょっと、ミューって、こうなんか、ピュって出た後に、この流血大事件みたいな感じになりまして、ちょっと、お見苦しいみたいな感じになりましてですね、こちらですね、ちょっと絆創膏のでカバーさせていただいております。カバーアルバム大発売中だ。エンデレ。いや、こんなことしてる場合じゃないんですよ。だからですね、こちらちょっと赤くなっておりますので、ちょっと血液を止める意味でもちょっと絆創膏を貼らせていただいております。でもですね、絆創膏を貼ったままではちょっとお肌にもね、顔に絆創膏なんてあんまりよろしくないですから、動画を撮ってる間だけちょっと貼らせていただいております。もう動画撮り終わったらすぐペッて貼って通気性よくしますよ。ビューみたいな中で通気性よくさせていただきます。いかんせこの動画を撮る角度っていうのが基本こっち側ですので、こっち側、いや、ここ見えるでしょって話なんですよ。でもあんまりこうしてるとあんまり分かんないよね。こうすると分かるけれども、こうすると分かんないよね。OK!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 O
朝ですよ。というわけでですね、久しぶりに朝ごはん作ります。今から朝ごはんを作るんですけれども、そんな特別なものは作りません。いつも食べてるやつを作ります。でも今日3つ作るんですけれども、3つ作ると言いましても、1個はサラダ、1個はスムージー、そしてもう1個はTikTok に載っていたちょっと美味しそうだな、作ってみたいなって思ったものを作ってみたいと思っています。よいしょ。先日の話なんですけれども、本当はね、本来私今日ねこの動画撮ってますけども、本当は昨日撮る予定だったので、なんで今日になったかって、私すごい眠かったの。でもね、そのすごい眠かった原因、そのすごい眠かった原因っていうのがもう明らかでして、その前の日に寝たのが深夜4時というか朝の4時だったわけですよ。私のですね、推しのセブンティーン、セブチがですね、ジャパンツアーを開催することになりまして、ジャパンドームツアーね、ドームツアーを開催することになりまして、それのねチケットの先行予約っていうのがありまして、その期間なわけですよ今現在。私と同じセブチが大好きカラッと、私を逆に私をセブチに引き寄せてくれた、セブチに取り込んでくれた張本人であります、幼馴染の M さんですね。皆さんご存知 M さん、この冬セブチのライブに行きたいよねって、ドームツアー絶対行きたいよねって話してて、それでですね一緒にチケットを取ろうよという話になったわけなんですよ。それでね、ささみをもう一個入れようか迷う。で、どこまで出した？それでチケットを取ろうっていう話になったわけですよ。ね。でもどうせ取るなら、やっぱりこの、お互いにね、運気のいい日に取ろうよってなって、それで M さんと私のね、運気のいい日がちょうど重なってたわけ。でも私はね、そのゲッターズ、飯田さんのこの本を読んで、このね、そのチケットの先行予約の期間だったら、この人この日がいいみたいな感じで炙り出してたんですけど、M さんはなんか、お告げが来たって言ってたの。お告げが来て、この2日間をまたぐこの夜、朝になるまでのこの夜の
ここが私はいいと思うんだっていう話をされて、あ、そうみたいな感じになったんですけれども、それでね、M さんが言うなら、そこに私もね、ちょうどその期間だったら、その2日間が本当にたまたま私も運気がいいっていう話になって、あ、これ、妙芸、無妙芸です。で、いざ、結成の時が来たわけですよ。やっぱりこの運気を上げるためには、水回りの掃除をした方がいいって、M さんにも言われて、あ、確かになんか水回りってこう、なんだろう、この、いい気が宿るというか、この神様の通り道みたいな、神様の通り道なのかな、通り道なのかわからないですけれども、水回りを掃除するとね、あ、トイレの神様とかと言いますから。トイレには、それは綺麗な、神様がいるんだよみたいなね、名曲もございますから。じゃあ、チケットをね、予約する前に、水回りを掃除しようって、いう話になって、それももう12時またぐ頃、またいだ頃ですよ。12時をまたいだ頃ですよ。私は水回りの掃除を開始しました。M さんとですね、電話しながら、通話しながら、ハンズフリー機能を使いながら、お掃除してたわけですよ、こう。でね、M さんも、残りの水回りを掃除しながら、あと家計簿をつけながら、偉いね、家計簿をつけながら掃除してたわけ。で、小1時間で終わると思ったらね、もう3時間くらいかかっちゃって。ね、ここのキッチンもこう排水口にこう手を突っ込んで、こうゴシ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 、ハイターとかもしましたよ、ちゃんと。こうハイターをね、つけてる間に次はお風呂ですよ。お風呂の排水口を、オリーブオイル入れるよ。お風呂の排水口にもこう手をこう突っ込んでこう、ゴシ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 、もう部品もね、分解しながらこうゴシ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 して、それもハイターして、で、こちらのハイターつけ込んでる間にこの台所に戻って台所をさらにピカピカにして、ね、そしたらこのね、まだハイター台、ね、お風呂場つけてますから、お風呂場つけてる間、次はね、神様が宿っているこちらのトイレですよ。ね、トイレ。トイレももうピカピカにしました。いやもう本当に私たちはこのセブチのドームツアーに真剣ですから、でそういうね時間を過ごしてたらもうあっという間にもう深夜、もうそれが2時半ぐらい、え、それが2時前ぐらいだ、それがもう2時前ぐらい。あ、サラダ一旦冷蔵庫に入れておきます。火を消して、私とね M さんはチケットを予約したの。本当に水回りの神様、いや全世界の神様、本当にチケット当たりますように、うーん、お願いします。当たるよね、 M さん絶対当たるよね。私たち絶対この冬、私たち絶対この冬セブチのドーム行けるよね。なんかさ、推しに会えるってさ、皆さんもね、まあ、杉山含めてくれるかな、杉山含め、こう、推しがいる世界に生きている方たちが結構視聴者として、このね、動画とかもご覧になってると思うんだけれども、やっぱり推しがいる世界って最高で、推しに会える世界線って最高で、もう、転売禁止だよ次はね、ホットケーキミックスを使ったやつなんだけど、揚げないアメリカンドッグっていうのを作ろうと思う。 OK 作っていこう。え、お、多すぎる。これ一袋いるね。混ぜたよ。混ぜたらこの密閉袋に入れるんだ。入れるんだよ。よいしょ。空気を抜いて閉じておきます。魚肉ソーセージだよ。
本当はなんか普通のウインナーでいいみたいなんですけど、なんかアメリカンドッグの中身って魚肉ソーセージなのかは知らないですけど、魚肉ソーセージっぽくないですか？アメリカンドッグの中身のソーセージって魚肉ソーセージなのかな。え、なんかっぽくないですか？色味とか気になってきちゃった。後で調べよう。いいよ、よいしょ。はい、食べ物で遊ばないでください、杉山さん。すみません。いや、魚肉ソーセージだから生でも食べられるし安心だよね。あ、そう、これまでの動画でも何回か言ったと思うんですけれども、私10月にレオポルト・シュタットという新国立劇場での舞台に出演させていただくんですけれども、いよいよスタートするんです。いよいよスタートするわけだから、ちょっとね、またこのお料理動画以外の動画とかが多めになってくるかもしれない。ちょっとね、やっぱね、このお料理動画ってこの Vlog とかに比べると多少編集にお時間かかるんですよ。お時間がね。ぜひお料理動画ファンの皆様もチャンネル登録はそのままにしておいていただいて、私頑張るから。焼いたよ、取り出します。いつでも羽ばたきたいというあなたの意思、素晴らしいと思う。ちょちょちょ、私は羽ばたく、私も羽ばたく、あなたと共に羽ばたく。こちらの出番です。やってみるよ。ちょっと画角変えようか。ちょっと高い位置から見てほしいから、画角変えます。皆さん見えます？皆様ね、これを絞り出すんだけれども、うまくいくこと願ってて、先っちょをね、切るんだって。結構細めにって書いてあった。切りました。今からこちらに入れていきたいと思います。いくよおお、なか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 いいんじゃない？あ、いいよ。お、いいんじゃない？これに乗せて。お、お、いい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 いぞいいぞいいぞ。見て、こんな感じでできるの。ちょっと引き続き全部やっていくよ。余った生地はホットケーキにして冷凍するよ。最後スムージー作るよ。ここに生地がついてる。スムージーを作る私、溶かして私もこの夏と一緒に溶かして。スムージーも毎日飲んでるんですわ。ほら、これなんだと思います？そう、バナナ。こうやってね、こうやって潰してラップに包んで冷凍しとくんですよ、私。そうするとね、こうやって手で折りやすいんです。これもね、なんかネットに載ってた。私はみんなの豆知識でできている。包丁も必要ないし、とっても便利なの。お、アーモンドミルク。余ったのは飲む。ヨーグルト、朝が一番食べるかな。ヨーグルト、よいしょ。オッケー。朝ごはんの準備が完了したよ。盛り付けて食べていきます。
いただきます。やっと朝ごはんにありつけます。うん、美味しい。サラダ。最近みょうがが好きすぎてみょうがばっかり食べてる。さあ皆さん、例のこれを食べてみたいと思います。ほら、見た目かわいいよね。当たり前に美味しい。これお弁当にもいいと思うし、お子様にも作ったら絶対喜ばれると思うし、最高。本当アメリカンドッグの味するもん。今日もいい朝を迎えられましたと、というわけで本日の動画はこれにてしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。トントン、朝が素敵に迎えられれば、その日一日がハッピーデイ、イエ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 イ。右肩上がりの生活習慣、明後日最高モーニングメソッド。